りんちゃん専用ですよ。だって一期の時に話がなくて、一期の時に話なかったんだ。見てください、1年生3人組ですよ。あれはね、なんかね、第5話の挿入歌の衣装なんですけど、第4話のラブウィングベル、あれりんちゃん専用の曲ですよ。一応3人2年生組抜けてますけど、りんちゃん専用ですよ。だって一期の時に話がなくて、一期の時話なかったんだよ。それがやっと2期の第5話になって、第5話になって話がやっと出てきて、もう興奮してね、なんか 2,3 回見たんじゃなくて、ほんと10回ぐらい見たような気がしますね。いや、ほんと制作者サンライズありがとうございます。もう興奮してね、なんか 2,3 回見たんじゃなくて、ほんと10回ぐらい見たような気がしますね。